どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。これか、最後のセンスだ。トランクス、お前が飲め、お前が最後の希望だ。人造人間はいないのか。あ、ゴハンさん、腕が、ゴハンさん、ゴハンさん、よかった、まだ息がある。早く家に連れて帰ればきっと大丈夫だ。クソ、人造人間は強かった。僕はまだゴハンさんの足手まといだった。それから数日後、ゴハンは片腕を失ったものの一命は取り留めた。奇跡的な速さで回復したゴハンは再び戦うことができるほどにまで調子を取り戻していた。しかし自責の念に駆られ落ち込むトランクスはなかなかゴハンのところへ行けずにいたのであった。元気なさそうね、トランクス。あんたは秘密にしてたみたいだけど、母さんは全部知ってたよ。あんたがゴハン君と一緒に戦ってたの。すみません、母さん。それにいつもゴハン君のところで修行してたんでしょ。あれから言ってないようだけど。だって僕のせいでゴハンさんがどんな顔して会えばいいかわからないんだ。トランクスのせいじゃないことはわかってるし、そもそもゴハン君だってそんな風に思ってないわよ。こういう時は早く顔を見せて言いたいことをさっさと言った方がすっきりすると思うわよ。わかりました、僕行ってきます。ええ、行ってらっしゃい。トレーニングルーム、上から順番やってます。今回レベル100の人造人間2体です。こっち250だからな。ダメージは？あ、ちゃんと食らう。でもそんなもんか。そんなもんじゃちょっと勝てないぜ。よし、おお、いいダメージ入るね。いや余裕すぎ。ヒートアップしてどう？ダメージ入るのかい俺に。全然大したことない。そんなんで俺に勝とうなんて。待って待って待って、はい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 、いや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 、最強技でそこか。それぐらいのダメージか。おお、今ねえ、 OK、 フィニッシュバスターで終わり。おっしゃー、